ートのキンジェル。今年の夏は絶対焼かない。みずみずしいのに落ちにくい最強 UV ジェル。サンカット。まどみやさん入られます。お願いします。お願いいたします。おはようございます。よろしくお願いします。あいのとめちゃくちゃ可愛いです。はい、はい、ボールを置いて入ります。じゃあ行きます。よーい、はい。よーい、はい、よーい、はい、オッケー、オッケー、オッケー。はい、じゃあすみません、以上で今田美桜さんの CM の撮影は終了となります。ごめんなさい、終了となります。お疲れ様でした。そうですね。ビルの高いとこから、叫ぶ、絶対焼かないっていう叫ぶシーンがあったんですけど、あまり久しぶりに叫んだなぁと思って、すごいなんか破産されました。はい。普段は大声出すことない？あまりないですよね、そこまで。はい。そうですね、こう汗とか水こすれに強いというのは聞いてたんですけど、まずこう密着感フィット感がすごくって、で
少量ですごく伸びるなという感じがして、あとやっぱりこうみずみずしさが夏にぴったりで、なんでしょう、気持ちも爽やかな気分になりますし、あとその伸びるからこうバババって急いでてもすごく使いやすいのかなって感じがしました。私ちょうど去年のあのスプレーの CM のインタビューでも言ったんですけど、川に行きたいって言ったんですけど今年結局行けなかったので、ちょっと来年に持ち越しで川にも行きたいなと思いますし、あとはあの山、あ、川だから山か、一緒、あ、でも山にも行きたいなって思います。はい、川と山は何しに行きたかったんですか？川は去年の夏に行って、割と海の方が多くて海派だったんですけど、川がすごく楽しくって、ちょっと川っていいなと思って、そこからまた今年も川行きたいって思ってたんですけど、ちょっと結局行けずだったので来年行きたいなと思います。自然に癒される。はい、はい、うん、湯船に浸かる。毎日365日絶対浸かりたいっていうのがあって、そうですね、どんなに遅くなっても湯船には浸かるようにしてます。なんか浸かってちょっと一回リセットしたい。そうですね、まあ、リセットだったり、なんかあの時間がすごく好きで、その時間は守るというか大切な時間なのかなと自分では思ってます。なんかお気に入りの入浴剤とかどうしますか？そうですね、あります。でも入浴剤もやっぱりこういろいろと、なんでしょう、気になったの買って、その日の気分に合わせて試したり、はい、それで癒されてます。はい、ありがとうございます。もう素敵な